こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、えげつないサービスレターが来ました。これは何かと言いますと、ソフトバンクから来たんですけども、ソフトバンクの通信回線、主に携帯電話ね、スマホですけども、それを使っていながら、小学生以下のお子様がいるパパ、ママ必見ということでね、完全無料だから見てくれっていう風にこういう風にね、目立つやつで来たんですよ。で、見てみるとね、お子様の誕生月に初回3000ポイントプレゼント、それからというものを2回目以降12歳まで常に1000円相当のペイペイボーナスをプレゼント、12年間にわたってですよ。合計だから1万5000円分のペイペイが入るというふうに書いてあるんですよ。これ何がえげつないかっていうと、結局ソフトバンクの契約を切るとこれが入らなくなるんで、ソフトバンクを延々と契約し続けてくれってことなんですよね。で、2人目が生まれたらまたね、あのポイントがいただけるんで、合計で2万7000円ポイントが入りますよっていう風になってます。当然ですけども、囲い込みなんですよこれ。だから将来ソフトバンクのスマホ契約を家族割かなんかでねしろってことなんですよねこれね、うん。で、こういう風に書いてます。母子手帳や保険証などお子様とお客様の家族関係の確認書類を手元にご準備いただいて、こちらの QR コードからお申し込みくださいということですね。で、ペイペイでもっとお得にお買い物ということなんで、なるほどね。ありますよ。例えば、5000円分購入した場合、最大1000円分のペイペイポイントが戻ってくる。とにかく、囲い込み、すごいです。やっぱりソフトバンク、孫正義、恐るべきでございます。まあ、ここまでしなくても、まあ、いいでしょう。契約は続行すると思います。で、あれですね。あとはね、携帯のね、格安プランをはじめとして、MVMO、ちょっと何て言うのか忘れましたけども、まあ、SIM フリー携帯ですね。こちらの方の契約は私4860円でやってるんですよ。そもそもソフトバンクを使ってた時って3万円以上ね、ずっと払ってきたんですよ。毎月毎月。それが、昨年の7月に、ひょんなことからね、4860円で契約できるよっていうスターサービスっていうのをね、まあ、知らされてですね、ひょんなところから。まあそれにスッと乗り換えたら、まあね、そっちでね、携帯電話代金って大幅に安いのと、あとね、それがね、スターサービスってのが、いろんなサービスがついてきて、私の場合、代理店ができるんですよ。で、代理店をやっていくと、今ね、携帯電話料金を毎月3万円払うどころか、利用料金4860円払うどころか、毎月10万円前後がずーっと入ってるんですよ。代理店としてですね。だから街中にあるショップと同じような扱いで、私が契約を取って、私がソフトバンクを紹介してみたいな感じでね。ソフトバンクじゃないや、携帯電話、スマホを紹介してみたいな感じで。まあね、毎月3万円払ってたのが、今毎月10万円以上入ってくるみたいな形になりました。しかもこの10万円、増えることはあっても基本的に減ることがないんですよ。なぜなら、スマホをやめる人がいないからです。しかも、ユーザーさん、4860円で全部使えるんですよ。いいでしょ、これ。いや、得したなと思いましたね。まあですんで、このソフトバンクの方ね、これが来たってことは何らかの手続きをすればもらえるんでしょう。1万5000ポイント合計が12年かけてもらいましょうね。もらってあげましょう。ちなみに私ソフトバンクの光を固定回線でお願いしてますんで、こちらの方はね、まあ、そもそも au に切り替えたんだった。じゃあなんでこれ来たんだろう。なんでこれ来たのかな。去年のデータを元に来たのかな。ちょっとまあ調べてみてね、これが使えるのかどうか、使えるようだったら使わせてもらいます。こんな感じかな。あとはデルパソコンから新しいパソコンを買えと言ってきますけども、私が使ってるのはあのエリア51ですからね、エイリアンウェアの。これ以上のパソコンはないと思いますんで、まあしばらく買い替えはないかなってことでございます。これは即ゴミ箱行きになります。以上です。皆さんのところにもこれ来てるんじゃないですか。来てないですかね。逆だ